にタレントさんの方が多くなってるんじゃないですかこの時って。あ、そうかもしれない。そうですね、最初大変だったでしょ。その時はそうだったかもしれないですね。本当ですよ、問題児ばっかりですからね。問題児。まあでもさすがに3、はい、最初の 2,3 人っていうところからは、あの人を増やしていった感じですよね、あの1期生2期生とデビューしていって、はい、さあ、ふぶきさんはこの時期にデビューされてますが、そもそもどうやってホロライブに入られたんですか。あ、これですね、まあ、ホロライブ、まあ、1期生皆さんオーディションだったんですね。はいはい、でまた私がですね、まだ魂でまだ見えない状態でふよふよってしてたとこにですね、まあ、このホロライブ1期生のお体があるみたいな感じで、じゃあちょっとオーディションしたところ、まあなんか、あ、受かりましたって来まして、みたいな。その時確かあのヤモーさん、直接なんかメールのやり取りをしたような記憶がございます。あ、そうなの。その面接ってヤゴさんいらしたんですか。この面接っていうか選考オーディションっていうか、そうですね、 僕ともう一人の社員とかでやってて、ですよね。ちょっとふぶきさん決めた決め手ってどこだったんですかね。やっぱりあれですよね、声が可愛いというかなというか、はい、本人の前は言うのも、いや、もうどんどん言ってあげてくださいよ。オタクのタレントですよ。そうですよ、はい、どんどん言っていきましょう。ヤゴさん可愛い声好きだからな。ヤゴさん可愛い声好きなんですよ、みんな好きですよ、ヤゴさんね。おじさんは可愛い声好きなの。そうなの。もう知らない、知らない。ピアンド M だね。 You are 変態、バカ変態、うるさい、もう知らない、もう知らない、ピアン。